ネスカフェアイスコーヒーサーバーに取り付けたボトルを取り外し交換する手順を説明します。ノズルロック両側の赤いつまみを押したまま最後まで手前に引き出します。左右ともノズルロックを解除してください。ロック解除ボタンを手前に押しながらレバーを下げます。フックボタンを押しフロントカバーを開けます。ボトルを引き抜き本体から取り外します。ボトルからノズルを取り外し流水で優しく洗浄してください。トレイが汚れている場合にも洗浄してください。よく乾かしたノズルを新たにボトルコーヒーに取り付けます。ボトルの取り付け方の動画をご覧になり、ボトルを取り付けてください。